本日はこちらメグミルクから濃厚とろける杏仁豆腐。DJ ヒカキン、濃厚とろける杏仁豆腐ミックス。Here we go。とろける杏仁、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 っていう感じですね。それではレビューしていきたいと思います。さてレビューしていきたいと思います。まあこれですね、先ほどもお見せしました、濃厚とろける杏仁豆腐メグミルクから出てます。この赤いパッケージが目印。まあコンビニスーパーでね、杏仁豆腐ってもうまあ山ほど種類あると思うんですよ。で僕は大の杏仁豆腐好きなんですね、その中でもちょっと頭一個抜きん出てる。これは。なんだろう、その杏仁豆腐らしい味がするし、すごい濃厚なんですね。それでして、まあ100円ちょっとぐらい。100円台前半ですね。さあ、いただきます。まあこんな感じで。真っ白系ですね。ほんとね、杏仁豆腐僕大好きなんですけど、やっぱ特に味濃いこってり系の杏仁豆腐が好きなんですね。あっさり系とかあるじゃないですか。じゃあいただきます。まあ、こういう感じですね。プル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 口から幸せが広がっていく。美味しいな。原材料、糖類、水飴、砂糖、ブドウ糖、乳製品、ココナッツオイル、杏仁、なんで俺読めないな。でんぷんゲルカで。美味しいな。ということで皆さんもぜひ食べてみてください。食べたことのない方、特に騙されたと思って食べてみてください。メグミルク、濃厚とろける杏仁でした。